選挙に出るとか、うん、そんなことってやっぱり2年前思ってもいなかったですよね、うん、なぜ私が出馬を目指したのか、うん、それは母親として許せないことがある、うん、どうしても守りたいものがある、うん、だからこそ母として立ち上がりました、うん、3.11 からの2年間、うん、私はたくさんの脱原発活動、うん、あと国会の傍聴に行ったりとか、うん、都議会傍聴、うん、多くの議員さんを間近に見てきたんです、うん、いろんな勉強会や集会に出てきました、うん、ずっとこの2年間来て、でも変わらなかった、うん、政策は変わらなかった。それでも、うん、やらなければいけないっていうものが私の中には奥底にあって、主人もそれをすごく応援してくれたんです。娘2人いますから経済的にも苦しいです。でも今やるべきことは何なのか、そう思ったらやっぱり子どもたちを守るっていう原点にどうしてもそこに立ち返るんですね。たくさん苦しんでるママたちいっぱいいるんです。だからこそ私なら声が出せる、行動ができる。今子育ての最中で動けないママたちの代わりに動きたかったんです。子供たちとママたちの盾になりたかったんです。